こんにちは、ソックニッターのまゆみです。今日は、モンプチメアリーさんの、チャビーベイビーっていうね、あ、チャンキーだった。<laughs> チャンキーベイビー。チャンキーって太いって意味だと思うんですけど、それの、えーとね、スーパーウォッシュメリのウールが62%で、ベイビーアルパカ。だからベイビーだ,だと思うんだけど、チャンキーベイビーで輝き。まさにほら、輝いてますよね。 なのにうっすらね赤とかオレンジとかピンク緑みたいなのが入ってるんですよ映ってるかなこれを巻いて何かを作ろうと思いますでねあのモンプジメアリーさんは「アルパカチクチクしないのでおすすめです」っておっしゃっててこれからこういうね毛糸もどんどん染めてくださるんじゃないかなと思っているんですが何にしようか私なりに考えて編んでみようと思います なので、まずはこれをほぐして、えっ、ー、と、玉巻きしてきて、で、ちょっと今夜ね、遊んでね、どんな針がいいかなんて、太い針でカバカバカバってこう、編みたいななんて思ってるんですが、100g150m くらいだし、うん、あの、そんなに大きいものというよりも、これをアクセントに使ってセーターとかも面白そうだし、えっ、ー、と、 一番最初に浮かんだのがネックウォーマーを編んでしまおうかなとも思ったんですが、えー、ちょっとね、今はレックウォーマーを編もうと思っています。どうなるかわからないので、とにかくいろいろ遊んでいきたいと思います。まずはちょっとこう外してね。うわー、中にもね、なんか黄色い感じ。うわ、見えましたか <laughs> すごい黄色い。蛍光黄色という感じです。これをね、玉巻きできるのでしょうか わー、こっちが薄くって、こっちがね、濃いめ。あ、なんか芯の糸の周りに、このアルパカが、こう、巻いてあるという感じです。ちょっと引っかかりそうだけど、やれるか、やってみようと思います。わー、楽しみですね。玉巻きしてみました。本当に、わたあめみたい。<laughs> すごい楽しかったです。ちょっと毛足が長くって引っかかるところもあるのですが、だからこう普通に巻いてでもこうピンと張ってすごい上手に最初から巻けました。<laughs> すごい楽しかったです。いろんな色が出てきてね。で、えっ、ー、と、試しにもう編んじゃっています。今回使ったのはリッケの付け替え輪針です。えっ、ー、と、この糸よりも太いものを使おうかなと。 普段靴下もそうしてるのでと思ってでこれがね結構こうなみなみカタカタこうしてるのでこれとこの毛足の部分アルパカの部分を足したのより太いのということで選んでみました、えー、US10.5 の6 5ミ、mm、リの針を使いますで18目でちょっと表編みとか裏編みとか一目ごま編みとかをしてみて この隙間感がこれでいいかなと思ったので、これで編んでみようかなと思います。<laughs> 決まった。で、10センチ測ったら11目くらいだったんですよ。で、まあ、まだ伸びそうだけど、なので11目でえっ、ー、と10センチなので16目か。この2目減らしたもので半分で16目で1目込む編みにしようかなと思います。 で左右同時編みみをしてみようと思いますそしたら一目ゴム編みにしたらこの目よりも大きい目になって大きい三つ編みみたいなのがこう集まりそうだしふわふわでね隙間はあるけど十分あったかいのでああそうだあの巻いた後にねこのアルパカがふわって散りましたが多分あったかいしこうチクチクはしない感じですね。こっちはも部屋なんですけど モヘアとこの違いがわかかるかな毛足が長いけどこっちはこうまっすぐなものもあるんですよねきっとモヘアという感じですでは編んでいきたいと思います一目細編みをしてきたのですがなんだか編み目が子供っぽいかなとかって思っちゃってもうちょっと大人っぽくと思って途中から人あ メリアサミにしてしまいました。いつもの大好きな <laughs>。メリアサミにしたら、ますますね、こう、綿飴感が出てきて、こっちがね、白っぽくって綿飴っぽくて、こっちはひよこを編んでいるかのように黄色くってね、すごいかわいいです。で、どんどん編んで、3時間ぐらいでここまで来ました。で、今なぜここで止めてるかっていうと、ここがね、上で、で、 こっち下なんですけど、ここを広がるようにしたいなと思っています。で、なので、とね、裾の後ろのところにスリットみたいにこう切り込みを入れようかなと。で、ここからお深みをすればいいんだなって思って。で、あと、くるっとなっても可愛いんだけど、このまんまね、伸びる伏せ止めをしてこうくるっとなっても可愛いんだけど、なんか、こうブーツの上の方にこっちがかかって、後ろがこう空いてるという風にしたいなと思って、 なので、ガーター編みにしようと思います。で、どうやって往復編みをするかっていうと、この真ん中のところで終わるといいんですよね。で、えっと、今まではこう編んできたのを、片っぽが真ん中に来た時に終わって、今、こう表編みをしていきます。ひっくり返して。で、こうして、こうして、こうしてという風にしていくといいと思います。で、ここでひっくり返るので、 まあ間違いないと思うんですが一応こっちでひっくり返るよという感じでここにマーカーをつけておきたいと思いますいやユニコーンのマーカーがまさに似合うね可愛らしいこんな感じででではひっくり返していきたいと思いますでねまだまだあるんですよなのでもう一個作品が作れそうだな何にしようかななんて思いながら 編んでいましたで、このまんま表編みをこうして何段か編んで伸びる伏せ止めをして終わりにしたいと思いますふわふわのものですあ、ここ糸始末するのを忘れてましたねこんな大きい糸は大きい針で内側に これね、あの、いつもの編みながら糸始末すると最後が1センチくらい残ったのがここにあるからぴョって出てしまうので何段か編んでから糸始末しようと思っていたらこんなになってしまいました <laughs>。これはね、もう抜けないと思うのでこうして。いやー、これでね、セーターも可愛いと思うし、そしたらね、もっと太い針で編んでもいいと思うし、 手袋とかも可愛いんじゃないかなとか帽子もいいんじゃないかなとか思いながら編んでいますさあもう一個何を編もうか楽しみにお待ちくださいということでここから往復編みですちょっと一段くらい編んでいる様子を撮っておこうかな裏編みも可愛いですよね雲みたいで いやあ、このチャンキーアーンがね、すごい気になってたんですよ。太い糸でね、ふわっふわに編むの、早く編めるしね、可愛いいしね、いつか編んでみたいなって思って。でもそんなにね、店頭にないし、で、ネットで買うと、結構、チャンキーニットってね、あの、 チャンキーヤンか。結構高いし。で、どんな素材のものかがわかんないなって。で、手芸屋さんに行ってもね、早そ々うそう見当たらないので、どんな感じかなと思っていました。まあ、アルパカコーンノはこんな感じ。チャンキーベイビーはこんな感じ。というのをお知らせしておきたいなと思います。これ見てね、もうプチュメアリーサがこれを発売するかどうか、決めるかどうかわかりませんが、<laughs> こんな糸だよという紹介はしておきたいなと思います。 これをね、試せるっていうのもね、すごい幸せですよね。で、こっちに来たら糸端がここに待ってるので、こんな感じで、また、うーん、いつもは編み地があっち側にあるけど、えー、手前に、自分の方にね、一個コードが手前の方にある状態で編む、という風にしていくといいと思います。 ふわっふわのレッグオーマー完成しました。なんか詰まってるように見えますが、すごく伸び縮みもして。 柔らかいです。そしてあったかいです。スリットを4段くらいにしたんですが、もっと入れてもね、かっこよかったような気もします。で、この余裕があるので、こうね、タプッとこうしてね、クシュクシュにして履いたら、かわいいんじゃないかなと思います。こんなにかわいくていいんでしょうか <laughs> と思いながら編みました。モンプチメアリーさんの、チャンキーベイビーで編む、あ、輝きで編む、レッグウオーマーでした。 もう一個作品ができそうなのでこちらもお楽しみに今日も最後までご覧くださりどうもありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう